西調布駅は東京都調布市場石原一丁目にある京王電鉄京王線の駅である京王中央管区所属駅番号は59相対式ホーム2面2線を有する地上駅である京城駅舎は2011年1月16日に共用を開始した改札内コンコースと各ホームを連絡するエレベーターエースカレーターと北口 南口地上部と改札外コンコースを連絡するエレベーター。南口地上部と改札外コンコースを連絡するエスカレーターが設置されている。旧駅舎は駅東端の上りホーム側地上部にあった。トイレは旧駅舎時代、上りホームに設置されていたが、京上駅舎共用開始時に改札脇に移設され、ユニバーサルデザインの一環としての誰でもトイレも設置された。 かつては校内に売店があったが、2007年6月18日の閉店後、自動販売機が設置された。京場駅社化された現在でも、ホームウアや改修などの改良工事を行っている。2020年度の1日平均乗降人員は13,029人で、ある。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は、下表の通りである。 橋上部にある改札を出て、北口は、京王線と、並行する旧甲州街道の上石原塾を所言と、する地域である。駅と街道の間には、西町布駅前通り商店街、及び西町布一番街などによる商店街がある。南口には、JA マインズ西町布支店などがある、西町布南口商店街がある。また、プラットホームの生誕は、 中央自動車道と交差しており、調布インターチェンジも資金である。当駅は、京王線連続立体交差事業の対象外である。ことから、地域格差が懸念され、地域住民や事業者などによる再開発推進運動が起こり、2010年に、調布市による西調布駅周辺地区地区計画が決定され、区画整備が進みに2017年3月に、 北口ロータリーの運用が始まった。北口ロータリーに2017年4月17日より、京王バスが運行する、路線バスが日中時間帯に限り、乗り入れを開始している。新たに乗り入れるようになった京王バス、町33系統また、北口側には、上石原バス停や、西高寺前バス停、南口側には、上石原2丁目バス停があり、 以下の路線バスが利用可能である。駅開設当時の駅名である、上石原とは、駅所在地の地名から名付けられた。現在の西調布は、駅周辺地域の発展に伴って解消された。出店、ありがとうございます。